皆様、おやっとさん、前田レミと桜井隼人のチッソ日本。この番組は昭和、平成、令和の時を果敢に駆け抜ける戦う歌姫前田レミ、そして桜井隼人がお届けします。たった一言が明日の自分を変えることがあります。そんなきっかけが生まれる番組になれば嬉しいです。私、前田レミと桜井隼人がお送りいたします。はい、そして3週にわたって、はい、同じ鹿児島出身のシンガーソングライターまみのちゃんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。イエーイ。はい、夏真っ只中でございます。はい、夏を乗り切るために何をしようっていう話で、前回お二人ともクーラーの中でもうクーラーでいいよ言ってましたけれども、さあ今年の夏は何をしたいか、何をに挑戦するか、はい。お二人何かないんでしょうか夏にね。そうですよね。そうですよね。夏何チャレンジ。だって7月は結構舞台とかも落ち着いて、もう暇なのでね、うん。なのでやっぱりせっかくならこう夏らしい遊び。夏らしい遊びか。なんだろうな。なんだろうな。ね。なんだろうな。なんだろうな。まあちょっと私がこの質問をしてしまったのがいけないのでじゃあ夏遊びで記憶に残ってて、これは面白いぞっていうみんなにおすすめしたいこと。おすすめしたいこと、おすすめしたいことね。じゃあ最近の出来事でも何でもいいぞ。もう私ですね、小学校5年生から中学校1年まで屋久島に住んでたんですね。ああ、屋久島。はい。なのでなんか屋久島はもう本当すぐ行けば海、すぐ行けば山、そうだね、川。だからなんかその時期に暑い時に遊ぶって言ったら川だったんですよ。海に行くと上がった後が大変だからベタベタしちゃうからね。そうなんですよ。川だと別にもう本当に T シャツのまま入ってもこうそのまま帰って自転車で着く頃には乾いてるぐらいの、本当にそういう、私にもそういう時期が。あったんですね。あったんです。でも川だとそんなに焼けないからいい。あ、そうなんです、そうなんです。よく川で泳ぎましたね。泳いだ。すっごい冷たいんだよね。あったあったあった。今ダメなんだよね。え？あ、そうなんですか。鹿児島その川、あ、まあ泳いでいいとこはあるけど、だいたいダメになってる。え、本当？私そのね、私の大好きな野湯っていう人、鹿児島県霧島にある。そこは温泉があり、目の前が川だから、温泉で熱くなったら目の前の川に飛び込んでっていうことをやってた。いいっすね。だから川ダメになったとか全然知らなかった。まあそういうところはいいんですよ。あ、いいんだ。バレなきゃいいんですよ。バレなきゃ。あ、でもどこでもバレなきゃいいんだけどね。あ、決まりがあるんだ。最近は。あ、でも危ないから。危ないからね。川で死ぬあれが多かったからね。そうですよ。川はよく。来ましたね、滝とかね。ね、滝とかもね、鹿児島多いですからね。でも屋久島はね、いいね。山登りもできて、屋久杉までね。俺ね、屋久島行ったことないんですよ。ぜひ。ね、行きたいっすわ。あそこは行かなきゃダメですよ。らしいですよね。猿にも会える。猿にも会える。猿にも襲われそうになった。お皿に臨んで。ね、来るよね。来ます来ます。あ、ていうか取られちゃうんでいろいろ。そう。気をつけなきゃいけない。襲われるよ、本当に。マジで。はい。もう人間のこと分かってるので。ああ、すごいね。本当に戦おうかとおっしちゃったもん。それはまあ勝てると思います。絶対勝てると思う。ルミネは勝てると思う。で、あと亀にも出会えるし、ウミガメね。ウミガメと一緒に泳げる。産卵を見れたりとか。なんか雨のイメージがあ、でも雨366日、なんか雨が降るっていうイメージ。晴れる時もあるんでしょう。でも全然ありますあります。私が1週間屋久島にゴールデンウィーク昔行った時はずっと晴れてた。へえ。だから山登りもできたし、海にも入れたし、お湯も風呂にも入れたし。屋久島だ、いいな。今年屋久島行きたいな。あ、いいんじゃない。それは目標でしょ。屋久島だったら私もいいなって思う。ちょっと都会の海に行こうってあんまり思えないけど、やっぱこう屋久島とかそんな人があんまりいないところとかだったら行きたいなって思う。なんか湘南の海とかにいなそうだもんね。行きナンバリでも湘南の海とかすごいね、ナンパとかね。へえ、それはすごいっしょ。そう、去年見に行った時に、まあ、私はそこの、まあ、バーみたいな、そのビアガーデンみたいなところで人間観察をしてたんだけど、目の前でそのなんかナンパが振り広がって朽ちていく姿をずっと見ながら、友達とお酒飲みながらみたいな。だってすごい人ですよね。すごい人だよね。もう中で泳ごうとかはなんか行こう。いや、もう俺も思わないな。20代の教育行ったけどね、なんかナンパしにね。ここに朽ちていく、朽ちて帰るの。朽ちていく。隼人君だったのかもしれない。そっか。じゃあその隼人君にのいいところを、いいところを、はい、ちょっと曲をですね。あ、ありがとうございます。やっぱりね、歌ってる姿とか声を聞いてるのは本当に素敵だなと思います。海でナンパしてる姿をちょっとイメージとはちょっとね、もう歌う以外ではクズでいいですか。そうですね。やめなさい。いやでもなんか次ね、今日、今回最初に流していく曲なんですけど、まみのさんが鹿児島にいた時にレッスンされてた時に、なんか生徒さんが僕の曲を持ってきたらしい。はい、そうなんです。これ習いたいってで、僕と出会う前です。でそれが天の声だった。はい、そうなんです。すごい。それを聞いてすごく嬉しくて、東京でお会いした時に、あれ天の声の、こんな偶然もあるんだなと思いました曲でございます。はい、それでは聞いてください。天の声。チェスト。はい、本日はですね、シンガーソングライターのまみのちゃんにお越しいただいております。はい、本日はスカイウェブ FM 京成ローザスタジオより公開収録をしております。はい。はい。ここはですね、まみのちゃんをどんどん深掘りしていきたいので、質問もねしていきたいと思うんですけれども、何しようかなと思いまして。何しようかなと思いまして。何が来ますかね。急ですか。そうなんです。なんか家族の話とかは結構ね、初めの方で聞いてたので、最近起こったほっこりとした出来事とかそういうのないのかな。ほっこりとした。難しかったら、何？甥っ子がいるんですけど、2歳にもうすぐなる甥っ子がずっと私の名前言えなかったんですけど、まあ見て言えるようになって、もうもはやテレビ電話とかすると誰っつったら「まあ見」って言ってくれて、ほっこりと。それはほっこりだわ。それはほっこりだわ。いいね。ああ、いいわ。まあ可愛いんだよね。可愛い。本当に可愛くて、すぐ時間があったらテレビ電話してた。え、兄弟が何人いるの？3人兄弟で、どっちも甥っ子なんですけど、そう同い年の。何番目ですか？2番目です。あ、じゃあ両方もう結婚してて。そうなんです。子供が同じ時期に同じ年に生まれて、だからいとこだから。かわいい。鹿児島にいる。妹は鹿児島にいて、兄が福岡にいます。ね、大学が福岡だったから。はい、そうなんです。へえ、それはかわいいわ。ね、そうなんですよ。ほっこりとしたこと最近ありましたか？ほっこりとしたこと。あれ？じゃあ隼人君には他の質問にします。他の質問。ついつい出てしまう癖とかはどう？ついつい出てしまう癖。癖。ここでいろんなね、質問コーナーするのがいいかなと思って。そうね。どうせネタ持ってきてねえだろうなっていうこともあるから。ネタは絶対持ってきてないけどね。癖か。いや、ちょっと難しいんだったら、じゃあいつもカバンに入ってるものとかは？私はいつも食べ物が入ってる。食べ物入ってるね。隼人君のカバンの中見て見たことないから、何か必ず入ってるものって何かあるのかなと思いまして。必ず入ってるものは薬。怖い。いや、胃薬だったり、頭痛薬だったり、頭痛薬最初に出てきたのが胃薬ってことすごい繊細なんですね。だから本当にこうやってね、あ、すごい入ってる。それを持ち歩いていつ何時頭が痛くなったら本当にきちんと目薬とかね入ってますね。ちゃんと薬持ってるでしょ。すごいね。いやだって私胃薬って飲んだことないでしょ。基本的に飲んだことない。私も胃薬はまあ、頭痛薬は持ち歩いてますけどね。いや、それは意外なことで面白かった。それが出てくるんだと思って。まみろちゃんは必ず入ってるものってあるの？まあ、私も頭痛薬は入ってますけど。でもなんかハンカチは当たり前か。あ、でも、あ、偉い偉い。なんかハンカチが好きで、今日たまたま見て。あ、西郷どんのね、すごい赤のストラップに可愛い西郷さんです。鹿児島、母親が送ってくれたんですけど。あ、いいですね。母親の愛が詰まってる。ハンカチね。でもきちんといつもセンスも持ってるよね、隼人君は。夏はね。仰ぎながらいつもね収録してるからね。でもきちんとこのね収録場所もねクーラーはガンガン効いてるんですけどね。聞いてないですよ。はい、そうか。でもなんか癖とかあります？癖なんですかね。癖ね。ルミネはなんか唇を舐めるらしい。へえ。あ、人から言われることはあるよね。あ、そうなんだ。よくやるよねみたいな。あ、でも瞬きが人から言われたら瞬きが多いとか。目がでかいからじゃない？言われたり。あ、そうだね。なんか乾くんでしょ。目がでかい。でもなんかどうなんですかね。俺は細いから。いや細くはないけどみんな綺麗な二人だよね。なんだろうね。癖。人から言われる癖って何？お店をこうはしごするときにビールから飲む。ああ。まずビールから飲みたい。うん、ビールから飲むよね、普通。癖なのそれ。癖、うん、ある、それはある。癖。うん、俺も。2軒目行っても、まずビール。あ、もう、はしごしたら、そう、次ビールから始まる。必ずどこに行ってもビールからスタート飲みたい。なるほどね。ああ、そっかそっかそっか。俺も、は違うね。違うね。焼酎から行ったりもする。もう焼酎だからね。癖じゃないけど、まあ癖なのかな。右手に時計をする。いらない情報だったね。夏になるとやっぱりこう時計のところだけが白くなったりする。気をつけておかないと。確かに。そうですよ。ちゃんと塗ってますか？あ、塗らなくても日に当たらないですよね。そうでも日に当たるときはもう必須だし、車に乗らなきゃいけないときは日よけのやつを、偉いね。なんていうんですか、シェードをこう、つけれるやつ、窓に。あれを必ず、人の車に乗るときにとか、持っていきます。いや、私はもう綺麗によく、日焼け止め持ち歩いてるのに日焼け止め塗るのを忘れるっていう。だからもう桜んぼ狩りにね、行った時とかもね、炎天下の中、もう一気にそこでちょっとやっぱり、腕が黒くなりましたね。ちょっと黒くなったよね。やっぱ外をうろちょろしてることが多いので。そうっすか。健康的。健康的ですわ。ということで、まみのちゃんの曲を紹介していただきたいと思います。はい。サードアルバムアンサーより雨が上がったら聴いてください。チェストシンガーソングライターまみろちゃんにお越しいただいております。はいはい。ねえ。うん。でまみろちゃんはどういうところで歌われることが多いんですか？でも自分でライブを主催してやってることが多いので、それとかパーティーで演奏したりとか、施設に行って歌ったりとかっていうことが多いですか。でも基本的には自分の曲を披露するライブの方が多いですかね。なんかもともと歌をやりたいってきっかけっていうのが、ピアノやってたって音楽聴きたいっていう、はい、どこからピアノから歌の方に切り替わったの？なんかピアノってこうすごいなんだろう、高校生の時から割とこう順位がつくというか、試験があるんですけど、国語とか算数とかと同じように、ピアノの主科の試験、副科の歌の試験とかがあって、で上位10名だけこう発表されるみたいな。へー。なんか結構頑張ってその10位に入るぞみたいなやってたんですけど、まあ、でも大学に入ってからはそういう順位はとかはなくなったんですけど、うんまあ、コンクール出たりとかそういうのでなんかあんまりその競争の中にいるのがこう好きじゃないというか、いやその自分が努力するためにそこにいたのはすごくいい時間だったなと思うんですけど、やっぱり負けたくないからっていう一心で練習したし、その上位に入りたいっていう気持ちでやってたから、それがなかったら多分上達とかしなかったと思うからいいんですけど、うん、なんかこうふと音楽をやってるっていうことだけにフォーカスすると、そのなんか順位とかがつくっていうことにすごく違和感があって、うん、ピアノでこの人の演奏が上でこっちが下みたいなのが分かんなかったんですよ。うん、なんでこの人、1位の人は1位だなって感じだったんですけど、うん、なんでこの人が6位で私が7位なのかなとか、なんかその辺の差が私には分からなかったから、なんかピアノじゃないのかもなみたいな。なんか歌の方がなんか自分をこう表現できてるような気がして、うん、大学に行きながら歌の学校に通ってたんですけど、うん、でその時に初めてピアノで1位になったことはないんですけど、初めてその学校でこう優勝したんですよ。なんかコンテストみたいなやつ、その時になんかこっちの方がその、まあ、順位にこだわってたわけじゃなくて、うん、なんかこうこっちの方が自分を表現できてるみたいな、でなんか認めてもらえたかもみたいな、うん、なんかこう思えた時に、私こっちの方がやっぱり合ってる気がすると思って歌になりました。じゃあもうその、まあ、プロとして活躍するようになったのはもう大学卒業してから？全然活躍はしてないんですけど、その大学在学中から、うんまあ、ライブハウスに出たりとか。すごい在学中から。そうですね、大学をもう辞めようと思ってたので、うん、その時ぐらいから福岡で舞台活動し始めて、福岡はね結構たくさんそうです、ね、アーティストさんも出てらっしゃるから。ここがスタートだと思います。すごいですね。そう、だからどういうきっかけで歌の方に切り替わったのかなと。私もやっぱピアノから、まあもともとから歌は大好きだけど、そのねピアノ習いながら歌に変わったっていうきっかけもあったから、そう。ピアノができる人はすごいいいですよね。ね。ですね。だから私たちもまあ。隼人君はギター弾きながら歌ったりもするんですけど、せっかくならいろいろとやろうって言って三線を一緒に習いに行ったりとか、一部やったりとかもうやるんですよ。なんか海外とか行ったらやっぱ日部とかもやっぱりこう喜ばれるから、ちょっとこう所作とかが身についていいかなみたいな。そうまあちょっとねきっかけをね気になっちゃいました。そうか。そうですね、それがスタートですかね。なんかこの今まで歌った中でこう話せる裏話とか、こういうことがあったみたいな、なんか面白いエピソードとかないですかね。いや面白いエピソード多分いっぱいあるんですけど、なんだろうな、なんだろうな、まあ話してもいい内容でみたいな。ないかもしれない。面白いというやつは話しちゃいけないやつが多いですよね。そう、確かにそれはある。そうなんです。面白いエピソード。そうです。面白いエピソードね。歌しかやっぱりやってないんですか？その役者さんとか。全然。役者も全然やったことないです。なんかこれから広げていきたい分野とかっていう。とかだから役者もされてるお二人すごいなと思ってます。できてるのかわかんない。なんか一回芸能事務所のなんかオーディションみたいなやつを、時間があるときに芸能事務所だったかな、受けに行ったことがあるんですよ。でオーディションってそんなにオーディション自体もその大学生の時とかはよくこう歌のオーディションとか受けたりしてましたけど、芸能事務所のオーディションって受けたことなかったから行って、一個だけいろんな多分役者さんだったりモデルさんだったりいろんな人が来てたと思うんですけど、そんな中で私はなんか歌をやってますって言ったら、ちょっとアカベラでワンコーラス歌ってくださいって言われて、そんなことしたことないわけですよ。しかもアカペラででもなんか人の曲歌うのも違うなと思って、じゃあ自分で作った曲を歌いますって言って歌ったんですけど、どんなライブよりも緊張しました。なんかうまく歌えたかどうかもよくわかんないんですけど、なんかすごくでもいい感じで言ってもらったんですけど、すごいいい経験だったなと思って。オーディションって緊張しますよね。いやもうなんか自分な、もう言ったらアウェーなわけじゃないですか。めっちゃアウェーな中でアカペラで歌うって、こうなんか本当にこう倒れそうなぐらい緊張して。っていう経験がありました。でもやっぱ緊張することっていいことですよね。そうですね。普通に生きてるとなかなか緊張する場面がないけど、ないですね。緊張感がね、やっぱ自分を成長させてくれるみたいな形があるのね。ちょっと逃げ出したい気持ちとこう、そうそうそう、うわもうやだやだみたいな、もうあれはなんか貴重な体験だったなと思います。そうですね。はい。じゃあそれではちょっと私の曲をですね、次はお送りさせていただきたいと思います。大地の歌、聴いていただきたいと思います。ジェスト。お便りコーナーのお時間でございます。はい。はい。ではそれではラジオネーム亀吉さんからいただきました。はい、ありがとうございます。桜井隼人様、昨日は劇団川桜公演お疲れ様でした。次、チャップリンのお芝居に出演されることを知り、宇宙やロケットとか全く興味がないけど、チャップリンさんの SNS 投稿で見かけた今回のチャップリン初の試みとして、公演期間前に上演台本のデータ販売を行います。五感劇の前に、五感劇後に、五感劇の予定がない方もぜひお読みください。早速購入しました。52ページにびっしりと書かれた専門用語入りセリフに驚き、そっとスマホ画面を閉じました。過去笑い。宇宙と聞いて思いつく曲は何ですか？鼻歌付き、時間が合えばフルでお願いします。例えば宇宙戦艦ヤマト、銀河鉄道セブン、39じゃない？ないですね。ね、77って書いてる。で空船、ですね。はい。宇宙と聞いて思い出す歌。私なんか宇宙ってつかなかったけど、松田聖子さんの瑠璃色の地球がなんか浮かびました。はい、あなたでどうぞ。だよね。あ、ですとか言ってこしめる。これでいいでしょうか。宇宙と聞いて、そうね。思い出さる歌ね。でも私まあ確かに空船。でも今さ、このカラオケがないとさ、すぐパッと歌えないよね。歌えないですね。この船を漕いでいけ、お前の手に漕いでいけ。この船を漕いでいけ、お前がそれを漕いでいけ。お前が消えて呼ぶ、喜ぶ。お前のオールを任せるなみたいな。いや、この歌難しくない？ああ、早いからね、難しいよね。中島みゆきさんですもんね。中島みゆきさんが作った。今どこにふらふらと浮かんでいるのか、その船は。今どこで。よかった。よかった。はい、じゃあ、隼人君。今出たとこしか思いつかないもん。あ、もうじゃあ宇宙戦艦ヤマト。さらば地球よしか思いつかないそう私ねこのね、うん、宇宙戦艦ヤマトをこの間自分のライブで歌わせてもらった。でよく自衛隊がこういう曲って歌うのよ。で最後にちょっとオペラ調で「あーあーあー」っていうなんかちょっと場面があったから、それをちょっとこう男性女性パートでオペラ調に歌わせてもらって、そこから宇宙戦艦ヤマトもうすごくかっこよくていいなと思ってやりましたね。かっこいい曲ですよね。もう前回もねちょっと宇宙の話なってましたからね、このそういうこうリスナーさんからのお話で。そうですね。でも宇宙食っていうのが最近やっぱり流行ってるでしょ。うちらの世代って、福岡にスペースワールドってあったじゃないですか。あったあった。行ったことありました？もちろん。ある。僕の修学旅行にも行った。修学旅行なんだ。だった。中学校に。だった。そうでしょ？だった。そうだった。俺も。タイタンだったんだ。そう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 。なくなったけどね。あ、なくなっちゃった。うん、潰れちゃったの。経営破綻しちゃった。ああ。そう、すっごい流行ったよね、あの時は。流行ってた。うん、行ったもん、わざわざ。ディズニーランドか、ここはぐらいの。そう。やっぱりなんか、九州にいると三井グリーンランドとか、木島遊園地大分だったりとか、やっぱ全部制覇しましたね。そうだよね。大人になってからも行けましたね、木島の方とか。日本で初めてできたジェットコースターとか、木のやつですね。木のやつであれね、乗るとね気持ち悪くなるんだよ。なんか変な中途半端に横ずれでガタ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 乗りました。あれね。あとそこにねバードマンっていうねなんかスカイダイビングみたいなねクレー車にねこうつるられて。振り子のようにね人間がなるっていうね、1人でも乗れるし3人でも乗れるしっていうのがあって、1人で乗ったらちょっとつまんないなと思ったんで2回目に乗るときはちょっと3人誘って3人でビューっていくと、まあ体重があるとそれだけスピードが出るっていうね面白いね。そういうのも試してほしいと思いますがどうしたのスペースワールド。スペースワールドで宇宙食売ってたじゃないですか。売ってたの？全然その時期知らないから。知らない。お土産とかで宇宙食がこうギュッてなったやつ。でも最近もねやっぱ宇宙食とか昆虫食とかね。昆虫食は嫌だけどね、昆虫食べれます？いや食べれない。食べたくない。まあタイとカンボジアに行った時にねちょっとねせっかくなので虫食べておこうと思って。せっかくだから虫食べようと。食べれました。7種類ぐらいのね虫を食べさせていただいて、それをお土産で持って帰ってみんなに食べさせましたけれども、はい、それが昆虫食ですね。すごいですね。はい。じゃあそんな、まあ皆さんに、はい、ちょっとね曲をね、はい、まあその前にねちょっとこれをお便りコーナーの送り先を、はいはい、読ませていただきたいと思います。皆様も番組、私たちへのメッセージ、ご自身のニュース、あなたのおすすめスポットなどありましたら番組を送ってください。info892fm.com、info@892fm.com、ファックス千葉043-441-5592、千葉043-441-5592です。スカイウェブ FM 前田波と桜井隼人のチェス日本までメッセージをいただいた方には番組ステッカー、抽選で1名様には鹿児島の水溜り食品さんよりふるさとの贈り物セットをプレゼントさせていただきます。皆様からリクエストメッセージをお待ちしております。はい、それではまみのちゃんのですね、曲をご紹介お願いします。はい、会えなくなってしまった友人のために書いた曲です。生まれ変わってもまた君に出会う。チェスト。はい、本日はですね、ゲストにまみのちゃんお越しいただいております。はい、まみのちゃんは、はい、歴史が好きって言ってたんですけれども、はいはい、自分自身を戦国武将に例えると何っていうのあったりしますか？はい、ないですけど、侍だと思っては生きてます。侍だと。かっこいい。そうですそうです。侍だと思って生きてるんですけど。つい最近その本当に幕末なんじゃないかっていう時代にタイムスリップしてその場にいるみたいな夢を見たんですよ。で目の前で人がその鉄砲で死んだりこう刀で切られて死ぬって本当にこのぐらいの距離でっていうのをはあってなって。それは自分自身はもう男、自分はなんか守られてるみたいな立場で、その隣にいた人が近くにいた人が敵が襲ってきて、その敵と戦うみたいなシーンに夢なんですけど、でもすっごい怖いじゃないですか。超リアルなんですよ。リアルでそれ夢見ちゃって、あれ私侍じゃないなって、あれめちゃくちゃ怖かったから、私がなんとかってできないんだ実際はと思って。なるほどね。本当はいつもそうやってこう刀を持ってるつもりで生きてきてるんだけど、実際その場にいたらできない、キャーってなっちゃうんだ、キャーってなっちゃってんだって震えて。それは怖いよ、確かに。だから侍って偉大だよ。私も昨日夢、ちょうどナイフを持ってる人と戦うっていう夢を見たな。なんでみんななんで戦ってんの？なんかあんの？いやでもそう、どうやって戦うかなと思って、ヒール履いてて、ヒールだとなちょっとあれだしな、でも裸足になったらナイフが足に当たったら怪我しそうだしなっていうのを考えながらそんな夢を見たな。すごいな、うん、でもそのタイムスリップしてその戦国武将にとかそういうのの戦いの夢は見たことない。なんか夢占い見たらあまりにも怖かったんで、いい夢ってなんかこう良くなっていくみたいなって書いてあったんで、一応安心して、でもあの夢怖すぎたと思って、でも侍でいいかな。でも精神は侍、やっぱ侍だよ。精神は侍で。隼人君はなんか戦国武将に例えるとって何かありますか？戦国武将に例えると織田信長って言いたいけど、俺絶対そうじゃないなと思うんだよね。中野だらみたいな感じ、そういう方。どっちかというと秀吉タイプかな。こう温めてガサ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 。そしてこう頂点に行くみたいな。でもタイムスリップで考えると、もし例えば自分自身がタイムスリップできるとしたら、どの時代に戻りたいとかある？戻ってみたいとか。あ、自分の時代、生きてる中でどこにちょっとタイムスリップしてみたいな、自分自身を見てみたいなとかさ。あ、生きてる中で。生きてる中で。タイムスリップして。そうね。私それ曲にもなってるんですけど、小学生とかの時のピアノのコンクールとか発表会の前って、それもなんかすごい緊張してたなってあるんですよ。もう手に汗が止まんなくて、この楽屋でずっとなんかこんなやってるみたいなシーンしか浮かばないんですよ、自分が。でもその楽屋に座ってる自分に向かってその何に対して緊張してんのみたいな。ただ自分の演奏を披露するだけなのに、大丈夫だから、自信持っていけよって言ってあげたいっていう曲があるんですけど、なんかそう言ってあげたいです。あ、その小学校の時の、小学校とか中学校とか、その緊張してる自分に対して、何にそんな緊張して、今でも緊張するけど、多分もっと緊張してた。そうだよね。そうか、わかる。やっぱね、緊張を重ねることによってやっぱりそれがね、ね、少しずつ緩和していくっていうか、慣れていく、緩和していくしね。いや、それはわかるな。ちっちゃい頃の自分にね、励ましてあげたい。励ましてあげたいっていう。わかるわ。でもそれが曲になってるっていうのは本当素晴らしいね。素晴らしいですね。いや、俺も中学生の俺に戻って、俺も今のまま戻って言ってあげたい。こう背中を押してあげたい。励まして。好きなら好きって言えよ。おお。言えなかったですね。まあそんな懐かしい、ちょっと時代の曲をですね、ちょっと時代の曲をまたご紹介させていただきたいと思います。この3週にわたって、新野美香さんの曲をね、流させていただいてるんですよ。で、その中で、面白いなっていう曲がありましたので、買い物ブギっていう曲ですね。古い曲ですね。はい、聴いてください。チェスト！はい、本日は3週にわたってシンガーソングライターまめのちゃんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。あっという間の。楽しかったです。楽しかったですね。で、それではまみろちゃんの告知、はい、お願いしたいと思います、はい、7月28日日曜日、六本木にありますキーストンクラブ東京というところで、はい私久しぶりのバンドでのライブあります、うん、こちらの料理も美味しいお店なので、ぜひお食事と一緒に楽しんでいただけたらなと思います、うん、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はやとくんは特にないかな、ねうん、ちょうどねまたライブも終わった後ぐらいな感じまあそうですね、うんはいうん、であとインスタグラムとかですね、TikTok、まあ、私は TikTok やったりもしてるので、うんうん、あと YouTube、はいはいはい、やってますので、よかったらそちらもご覧になっていただけたらと思います。はいはい、でここでですね、もう最後なんですけれども、まみろちゃんが初めてはやとくんに会った時の印象を聞かせてください。印象。どんな感じだったっていう。チャラいなと思ったでしょ。あ、いや最初ステージを見たのが多分最初だったので、歌うまーいと思って。ああ、わかる。私も最初県人会で会ったから、うまいなーみたいな。ありがとうございます。MC もすごく上手で、お客さんを引き込むのが上手だなっていう印象が強いです。うんうん、あ、そう。ありがとうございます。最初の印象からどんどん落ちていく感じ。あ、いや中身も面白い子なんだなっていうね。陽気な子なんだな。そうですね。はいルミネの印象は？いやもう美しい。私最初でもドレスで登場されたのに、うん、最終的に瓦割りに行かれて、その時を見てくれてるのね。そうですそうです。でと思ってすごい衝撃を受けた。衝撃、見たことなかったんですそんな方。衝撃だよそれ。すごい。だからでも日本に一人しかいないって思いましたもんね。そうなんか覚えてもらうためにはね、うん、やっぱり歌が歌える人はいくらでもいるけれども、うんうんね、歌って瓦割りじゃなかなかいないなと思ってね、うん、それをコラボで、うん、そういう形で、はい、やっぱり二刀流三刀流してるとね。ねいやすごい。いろんなところからお呼びかかるのでいいなと思って、うんはい、今こういう形でやっております。はい。はい、そろそろですね、お別れの時間が近づいてまいりました。はい。本日のラストソングは、はい、私のてっぺんでございます。はい。まもなく19時になろうとしております。チェスト日本皆様どうぞこれからもよろしくお願いいたします。お相手は前田留美と桜井彩斗とまみのでした。また来週も聞いてくださいね。ありがとうございました。